はい、今回は VS コード、ビジュアルスタジオコードの基本の使い方で、フォルダ操作、ファイル操作というところをやっていきたいというふうに思います。はい、結構ですね、初心者の方が意外とつまずきやすいのがこの VS コードの使い方っていうところになるんですけども、実はこれめちゃくちゃ簡単なソフトなんですよ。ただとっつきにくい、ね、非常に初心者にとってはとっつきにくい。ただ知ってる人とかですね、ウェブ制作してる人とかですね、開発してる人とかですね、プログラムを触ってる人にとってはめちゃくちゃ使いやすい神ツールって言ってもね、いいようなレベルのものになってくるんですよ。ね、でその VS コードの一番初めのね、本当に一番初めの初めの簡単な使い方っていうところをね、やっていきたいなというふうに思います。まあ、言い方変えるとですね、ここさえ理解してれば結構うまくいっちゃうよっていうところでもあったりするんですよね。なんだそういうことだったの、簡単じゃんっていうふうなね、内容になっております。なのでね、ちょっと動画も短めにギュッとね、初心者向けに簡単にして喋っていきたいなと思います。まずこのね、 VS コード、ビジュアルスタジオコードって、とりあえずプログラミング始めたら、とりあえずウェブサイト制作とかを始めたら入れろって言われたから入れたよみたいなね、なりやすいところなんですけども、なので簡単に説明しておくと、エディタって呼ばれるものの一つなんですよ。でこのエディタっていうのは何なのかっていうと、すごく簡単に言うと、メモ帳のことですね。超高機能なメモ帳です。とにかくメモ帳なんですよ。ただ文字を書くための場所で、それをプログラム角度に特化したいい感じにいろんな保管機能がついてるよ、要はサポートがついてるよってことなんですよね。はい、で、こういう風な見た目なんでね、ちょっとね、分かりにくい、難しいってなりやすいところです。はい、でこの VS コードっていうのは、ここね、今 VS コードのダウンロード画面にも出してるんですけども、ここを見てもらったら分かる通り、マイクロソフトね、マイクロソフトが作ってる無料で提供してくれてる、エディターのことだよっていう風な内容です。で使い方も簡単です。ここでビジュアルスタジオコードをダウンロードするみたいなのがあるので、ダウンロードする、で、ね、開いたらもうすぐに使える。なんせメモ帳なんで簡単に使えます。インストール時間すっげー長えなーなんてこともね、あんまないです。まあ、サクッとやってね、サクッと使えるみたいな感じになってます。はい、でそれで開いたのが今この画面、はい、VS コードのスタート画面ですね。まあ、ここにウェルカムページって言って、ここにいろんなね、ものが書いてある、ウェルカムとか書いてね、いろんなことが書いてあるページが出てる人もいると思いますし、こういう風にね、何もない画面が出てる人もいると思います。はい、どっちでもいいです。どっちでも一緒です。はい、じゃあちょっとね、簡単に作っていきたいなと思います。はい、ここの中でファイルを作ったりフォルダを作ったりすることができるんですよね。で、ここからね、いろんなそういうこともできるんですけど、まずはね、知ってる方法、簡単な方法からということで、デスクトップにフォルダ作りますね。右クリックして、まあ、新規フォルダっていう風に作ってあげて、フォルダ作りますね。はい、でここにまあ何でもいいです、名前をつけましょうか。初めての VS コードかなんかつけるといいんじゃないですかね。はい、こんな感じで、このフォルダをバーンとこの中に入れます。そうすると開けます。もしくはコマンド O、 ここに書いてますね、コマンド O を押すとか、もしくはここのファイルから、開くを押すとか、もしくはですね、ウェルカムページのこの辺に、ちょっと見えてなくてじゃないですか、この辺からファイルを開くとか、フォルダを開くっていうのがあるので、そこから開くとか、まあ、どんな感じでもいいです。とりあえず今回はドラッグしてバーンって出します。バーンね、はい、出しました。そうするとこういう風なね、信頼しますかみたいなのが出てくる人と出てこない人いるかと思いますけども、こういう風なね、信頼しますかが出てきたらね、自分が作ったフォルダなんで、堂々と信頼してください。はい、なので作成者を信頼しますと押します。そうすると先ほどと微妙に変わりました。ほとんど一緒なんですけども、ここに初めての VS コードっていうね、文字が出てきました。これ何なのかっていうと、今このフォルダを開いてますよって意味です。はい、今このフォルダの中にいるよっていう風な言い方でもいいんじゃないですかね。はい、でこのフォルダの中身が空っぽだから、この中身も空っぽだよっていう風になってます。じゃあフォルダ見てみましょうか。はい、確かに空っぽです。でこの中に今からファイル作ったりフォルダ作ったりしていきますね。はい、ということで見ていきます。この中にまずはファイル作ります。はい、ここにね、マウスをススって合わせるとこうやって上に出てくるんですよ。ここで、こっちがファイル、
こっちがフォルダ、こっちっていうのが分かりにくいですね、ファイルとフォルダっていうのがあります。でファイルから作っていきますね。ファイル作るとこんなピッカンピッカンって出てくるので、ここに例えばあのウェブサイト作るんだったら index.html っていう風に入れると、ここになんかマークとかまでついてですね、 index.html っていう風なね、あのファイルができます、はい、これねドットの手前までするとね、まだ何か分かんないで、まだ何か分かんないよみたいなマークになるんですけども、ドットを押しても何か分かんない、 H を押すと C ってマークが出てきましたね。ドット H っていう拡張子のファイルになるんですよ。で T これね、 HT ってのはないので M、 HTM っていうファイルはあるので、なんか出てきましたね。で一緒、はい、まあ、HTML っていうファイルを今作りました。これ Enter を押すとファイルが完成します。今 HTML ファイルが1個できました。じゃあもう1個作っていきますね。もう1個 CSS ファイルっていう、これもウェブサイト作るのに欠かせないファイルなんですけども、そのファイルを作っていきたいと思います。これクリックして、はい、名前は何でもいいです。とかでもいいんですけど、まあ、ちょっといつもねよく使われるスタイルっていう名前にしますね。スタイル .css、はい、でつけると今度は青色でシャープみたいなマークが出てくるんですけども、これがまあスタイルシートのマークです。まあ、これ VS Code のバージョンとかによってまあちょっと微妙に違ったりするのかな。昔これ出てこなかった時もあったような気もしますけども、はい、あのまあその辺はいろいろだと思いますが、とにかく index.html っていう名前になってればいい、とにかく style.css っていう名前になってればいいと思っておいてください。はい、これでファイルが2つできました、ね、今ファイルを2つ作ったので、そのファイルっていうのをこの中ね、はい、見てみるとデスクトップのフォルダの中にもファイルが2つ入ってますね。index.html と style.css、はい、これが html ファイルと css ファイルが完成ということです。じゃあ続いてですね、フォルダも作っていきたいなと思います。フォルダで、フォルダもこれって合わせて、さっき作ったこれがファイル、この隣のこれ、これがフォルダなので、これを押してあげると今度はさっきと違ってクみたいなね、はい、マークが出てきます。クの逆みたいなやつね、あの不等号のマークみたいなやつで、ここにあのフォルダ名入れます。画像を入れるフォルダが作りたいので、イメージっていうフォルダ、イメージ図にしようかな、まあいいや、イメージっていうフォルダにします。はい、これでエンターを押しますね。はい、エンター、はい、これでイメージっていうフォルダができました。はい、フォルダなのでね、こうやって開くんですよ、こうやって、まあ、中身が何もないからね、これ出てこないんですけども、こうやって開くね、こうやったら開く、こんな風になってます、はい、イメージっていうフォルダ。じゃあこれ見てみたいなと思います。初めての VS コード、もう一回開くとこんな感じ、はい、HTML ファイル、CSS ファイル、イメージフォルダっていうですね、あのフォルダができました、はい、完成って感じですかね、はい。でじゃあ続いてですね、この CSS ファイル、これをイメージフォルダの中にちょっと移動してみますね。移動したかったらこれをピーって引っ張って持ってくれば、ポイってやるとイメージに移動しますかって出てくるので、はい、移動しますっていう風に押してあげると今移動しました、はい、でここに今あるのが、HTML ファイルとイメージフォルダがあるって感じですかね。でそのイメージフォルダの中に CSS ファイルがあるという風に今変更しました。なのでこれをちょっと見てみたいと思います。初めての VS コードの中見てみると、イメージ index.html があって、イメージフォルダがあって、イメージフォルダの中に style.css っていう CSS ファイルがあるという状態になりました、ね、じゃあこれちょっと戻してみたいと思います。ここにあっても変なので、これを戻す、戻すときはなんか適当にこの辺までねピーって引っ張って持ってきてパンって離すと、今度は初めての VS コードに移動しますかっていうふうに出てくるので、移動って押してあげると、はい、HTML ファイル、CSS ファイルとあのイメージフォルダ、ただイメージフォルダの中身は空だから押しても何も出てこないっていう感じですかね、っていうふうになりました。はい、ここにですね、たくさんのファイルを持ってきたりとか、たくさんのフォルダを持ってきて、あのどん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 構成を組んでいくわけですよ。ね、でだんだんね、ちょっと複雑なタイプのウェブサイトだったり、いろんなことができるようになってきます、はい、でこれね、いろんなファイルが使えます。これあの画像ファイルとかもね入れてあげることができたりするんですよ。ちょっとね1個ね用意してるのがあるので、それを出したいなと思います。はい、あ、用意してるのがどっか消えちゃいましたね。仕方ない、まあ、これでいいか。 SVG っていうファイル、はい、
見にくいと思うんですけど、今ここにねコーヒーのマークみたいなのが出てるんですよ。あのアイコンですね、アイコン、はい、今ねアイコンをこうポイって持ってきました。ピッ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 って引っ張ってポイって、これでね今ここにねアイコンのファイルが入ったんですよ。 SVG じゃないですね、ピングですね、 PNG っていうファイル。そうするとここのフォルダの中にもね、ピング、はい、入りました。これちょっとここから出してみましょうか。これをよいしょ、はいはい、出すと、ね、このフォルダの中から出すと VS コードの中からも消えました。でもう一回持ってきたいと思います。このファイルですね、このファイル、このファイルを VS コードの中に入れると、はい、ファイルが入った、そしてフォルダの中にも入った、こんな感じになります。じゃあ今度はですね、このフォルダを消してファイルか、はい、今度はこっちに入れてみますね。このフォルダの中にこれポイって入れます。そうすると同じように VS コードの中にもそのファイルが入ります。そんな感じです。で名前変えてみましょうか。名前変えるときはエンターを押せば名前変えれます。ここで、アイコンっていう名前を変えるとアイコン .png っていう名前のファイルになりました。でこっちもそうです、アイコン .png っていう名前のファイルになりました。こんな感じです。であとは作ってったファイルに対していろいろ書いていきます。 HTML だったらびっくりマークを押したらよいしょ、こんな風に HTML のね記述が出てきたので、この中にまたどん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 記述を入れてどん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 作って完成させていくと、こんな感じの流れね、こんな感じの流れで、作っていくことができます。ということで、まあ、作っていくところはちょっとまたあの別の動画にしたいと思うんですけども、今回やりたかったのは VS コード、ビジュアルスタジオコードのファイル操作とかフォルダ操作、このあたりがね意外とちょっと初め初心者の方によく分かんないってところね結構声聞くので、今回ちょっと動画にまとめてみました。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました、いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。